実はこの男たちじゃないかと言われている。4人の私の登場だ。グラデーションは炎を表し、レンズ君の燃え上がる気持ちを表現しています。旗を振るのは日当たり正人。2006年からこの旗一本で進んでいきます。2006年に話を始めた時、主将のユネットのトミーさんから、旗はチームの名を観客に示すもの、踊り子を応援するものと、そうですね、教えを受けたということです。この試合は現在の会場の旗の演舞、旗の振り付けに生かされています。さあ行こう。それに参りました。2009年のオリジナル曲、太陽を超えるで、今のオリジナルの最初のロゴマスクだったんですが、このロゴを使っていただきます。旗を振るのは浦川春人。2009年小学校3年生で私としてデビューし、ジュニア二十歳の先駆けとして活動してました。その前は実は踊り子だったという活動を行います。この俺も大人と同じ旗の演舞をするをもとに、6年間旗を振り続けています。浦川春人さん。この旗の美しい文字だけが違う文字なんですが、ご覧いただきましょうか。聖火が喜ぶという字がこの旗の中に書かれています。毎日からのミサイル曲を作って5年間クールの時期でも出ました。みんなで喜びたいという気持ちをこの旗に託したんです。旗を振るのは浦川雅人です。ご存知の通り、先ほどの春子のママです。春子の旗の後ろに熱が入ります。2010年にママに内緒で入会し、家族で問題になりました。果たして接してみよう。その熱い思いは今でも続き、毎日あるのネルズジュニアの会長として発言を受けています。この旗が加わったことに、毎日あるの旗は令和の三本柱式色が可能となりました。昨年のオリジナル、幸せいっぱい、花いっぱいからデビューしたのがこの赤い花です。春子の成長、チームの成長に合わせて深いお金を絞り出して作り出すのがこの赤い花。今年は同じ青い花と同じですね、ブレイクが描かれています。次世代に夢を打つという思いで同じ気持ちに生かしました。これにより旗の3枚の旗がですね、同じデザイン、同じ大きさからさらなる進歩が可能となりました。運動は旗です。ゲストの新人さんの旗を振っていただくのは今日お越しいただいて代表にいただいております、サクラの代表原田さんです。新人さんは毎朝の活躍に参加しているゲストにご視聴いただいております。宇佐倉さんも昨年立ち上がって、まあ、吉原をですね、そして餌小屋を広げるために3チーム体制として育てます。毎日は3本の旗でも同じようにですね、じゃあ3チームで盛り上げていきたいと思います。旗を振るのは原田和樹さんでした。ありがとうございます。はい、ということで、もう一度全員揃って拍手いただきたいと思います。マイチャイと、そして水神、ザクラの私、原田さんでした。ありがとうございました。はい、です。
ございました。とても素晴らしい旗の演舞でしたね。そうですね、もう旗は本当に